ますので、そこを自分 の、 あのこれでいいと思うので繰り返し磨いていきます。わかりました。はい、ここ始まりました。30億のコース、いや気をつけないとダメですよね、これ。クレンジングっぽいな、これ角質層、温泉と同じ性能じゃないの、これ。じゃあ今から中国語で話しましょうか。啊，各位朋友，大家好啊！我现在是在尝试制作勾玉啊。我觉得勾玉这个东西作为日本和中国都很重要的一个，算是一个吉祥物或者一个不错的象征。我觉得来自己体验一把啊，亲自动手来做一个勾玉，我觉得还是挺有意义的，而且很便宜。他刚才工作人员给了我看了这个，有60分的，还有90分的，还有30分的。我这人手很笨，我就选了30分的。基本上人家都差不多给弄好了啊，我就你看一二三嘛，第一个是选一个石头，第二个呢就是把这个石头刚开始是比较方嘛，磨成比较圆的。我现在是从第三十分从第三个开始，所以我这就是比较圆的。那这比较圆的上面有一些白的这些线，就像我们的这个角质层一样，所以说把那不要的角质层啊给它去掉，所以就用这个东西把它磨的看起来是比较光溜的吧。然后现在呢，到第四步就是再用这个，这算是咱们什么砂纸，这个砂纸算是比较细的砂纸啊，所以用这个细的砂纸呢，就更能磨得光溜一点。那最后呢，抹这个，就这个东西叫凡士林，这个东西抹完了之后呢，那脸上基本上它的表面就会非常有光泽了。那最后差不多也就完成了。最后呢，他们会给一个这个。これは何ですか？これ石みたいなもの。ビーズ。ビーズ啊，他会给这么一个小圆球，然后呢给那么一个绳，然后可以挂在脖子上啊，然后差不多就能完成了。我现在准备今から三，现在我准备第三步，先把这上边的这些白色的这些线啊，给磨掉。白い線を全部クレンジングします。見えます？見えます？各位朋友大家好，这是我已经完成了第三步啊，基本上看起来还算光溜吧，能看见吗？下面开始第四步，第四步是用这个细的砂纸再打磨，可以了。今大体このぐらい、おいいな。现在这是第四步，差不多快完了，擦一擦。もう少し頑張りたいと思います。我再准备再加把油，再试一下。これができると思います。这差不多能行了。应该是挺光溜的吧？应该是。下一步准备用这个凡士林。第五ステップ。これをつけます。これどう使えばいいんだろう。这玩意应该怎么用啊？まあまあいいじゃない。と思います。差不多得了。このぐらい。もうちょっとこのぐらいかな。はい。こうします。はい。大丈夫。大体こういう感じですね。基本上这算是完成了。先用这纸擦一下。哇！
会完成了。もう見た目はいいですよね、これ。はい、ありがとうございます。じゃあ次は何でしょう。各位、这个做好了之后呢，可以选三个这个小事物。这些颜色自己随便选，然后呢，除了这个小猪以外呢，这些线可以，绳子可以选一个啊，因为能挂在脖子上。我这是这色儿的，我应该选哪个呀？難しいね。難しいな。这三个，見た目はいいかもしれないね。見た目はいいか。これは、いや、大丈夫。もう、什么吧。いかがでしょうか。各位觉得怎么着？我觉得还行，试试看吧。はい。あ、これいいな。このこれ。そして、そしてどうします？これ2本同時にここに。そうですね。で、ここで一回くるっと結ぶか、もう結ばずにビーズを通すかはどっちでもいいです。好きな方で。こっちの方が好き。じゃあどうすればいいですか。2本一緒に根元で、まが玉の下の方ですね。はい、下の方。で、2本一緒に輪っかを作って。はい。輪を作って、はい、でくるっと先っぽを通します。はい、ここ。はい。でちょっとずつちょっとずつ下の方。わ、難しい。下に行けないな。下に行けない。このぐらいですか。あ、そうですそうです。OK です。はい。そして、紐を2本通しでビーズを好きな順番に入れていきます。これ完成。お風呂終わりました。ありがとうございます。できた。できました。各位觉得怎么样？えい。ありがとうございます。
人生の初めての自分のマカダマ。哇，没错没戏呢。各位自己来试一试，自己动手做一个这个，我觉得挺好玩的。看起来其实做挺简单，但实际上体验的时候并不容易。所以说，如果要是自己心不静的话，我觉得这是可能会稍微难一点。您可以用这个来测试一下自己的心境到底是不是温和。谢谢。嗯。